はい、こんにちは。今回はピープをやっていきます。どっちに行こうかな。こっちか。ライダーズリパブリックに関しては全く情報が ありませんね。ゲームもね、映画も対策は今ね、全然情報が公開されない。オリンピックの組織委員会ぐらい情報公開がないっていうね。あれ、聖火ランナーの人たち大変だったんでしょうね、あれね。なんかこのスケジュール踊りがもうなんかちょっと昼からなんですっていうね、YouTube の、ダースレイダーさんとプチカシマさんがやってる、YouTube のね、時事面白、番組を見てたんですけど、タレントさんっていうのはまあうっすら知っていることかもしれませんが、スケジュールの仮押さえっていうのがあるらしいんですよね。で、まあオリンピックみたいなものの聖火ランナーだとしても、この日のこの場所でっていう感じでスケジュール仮押さえでお願いしますって言っていて、で、まあその間にも当然ね、まあ聖火まあ、一般人でない限りは、まあ、一般人の人でもそうでしょうけど、有名なね、その芸能人の人であれば仕事がいろいろ入ってきますからね。だからその仮押さえになっているこの期間のこれ、その聖火リレーってそのスケジュール的にどうなってんですかっていう確認を事務所なりマネージャーの人が入れるらしいんですよね。でそれで、いやまだ決まってませんとか、お答えできませんとか、本当にこう直前まで知らされなかったらしいんですよね。まあ、中止になる、延期になった時もそうだったらしいんですよ。今回の聖火ランナーの人たちにもスケジュールの予定とか何もその情報がないもんだから、その有名人の人たちタレントさんとかは他の仕事が入っちゃうからもうお断りしますっていうね、まあ政治的な意図を持ってお断りするっていうこともあるんでしょうけど、そうじゃない人も実際にそのスケジュール的にその他の仕事を優先させてもらうわ、そんな返事来ないしやるかやらないか分かんないようなのにもうかけてられんからっていう形でね、断るっていう事態なんじゃないのっていう話をしてましたけどね。まあその通りだろうなと思いますよね。だってもうやるかやらないかも返事もしないし、どうなるか分かんないけど仮で押さえてくれって言われてて、全くそのね、ギャランティーとかどうなのか分かんないですけど、なんかで その上世論としてはね、半分以上の人がやってほしくないと思っているらしく、だそうだとしたらオリンピックはやるにしろやらないにしろこのスケジュールが定かじゃない、聖火リレーっていうものに参加するっていうメリットがない、
となれば断りますよね。当然だろうなっていう気がしましたね。なるほどなと思ってね。なんであれでしょう、なんか他のね、他の国だったらこう中止にしろとかっていうデモが起きそうなもんですけど、日本だとデモとかね、そういうの起こんないですよね。なんか言った方がいいと思うんですけどね。僕は中止にした方がいいと思うんです、僕の意見としてね。これは単なる個人の意見ですけど、なぜならもしそのメダルを目指してね、競技に参加しようと思ってきた外国の方にも、まあ、日本の選手もそうですけど、その人たちに十分なケアをしてあげられないのであれば、それってオリンピックをやる意味がないですよね。世界の人に来てもらって、そこにその公正なルールのもと、競技をしてもらうのがオリンピックですからね。病気にかかるかもしれないけど、日本に来て大会に参加してもらえませんかって言われたら、普通行かないですよね。しかもその何ですかね、まあ、旅費は自分で払ってもらうことになるんですけど、で滞在期間として隔離期間が2週間ないし1ヶ月ぐらい、競技開催前とあと、前後2週間で、ですから、開催日、競技やる日にちがたった1日だとしても、3週間、1ヶ月前ぐらいに来ていただいて、帰るのも、1ヶ月後ぐらいに。あるんですよね。で、暑い、東京は暑いんで、暑さ対策っていうのは各自していただいてみたいなね。そう。で、その上、隔離してさせていただくんですけれども、特にこのワクチン接種とかはしなくても大丈夫だろうと思いますみたいな感じの。オリンピックがあれば用意しませんのでっていう大会って、全然安心でもないし、その上なんか復興五輪でしたよね。復興五輪、復興したんでしょうかね、日本は。よくわかんないんですけど、なんか復興ってそのなんか何ですかね、壊れたものが元に戻るとか、そういう正しいイメージかどうか分かりませんけども、そういうイメージがあるんですけども、なんかすごく大変な壊れ方をしたものが全然こう元に戻ってないような気がするんですけどね。それのどこがどこか復興したのか、ずっと落ち続けているんじゃないのかっていう気すらしますけどね。はい、マップの端に到達してしまいました。大丈夫なんでしょうかね、こんな時にやって。これ以上もう
延期したところでね、なんか事態が改善するようには思えないから、思い切ってね、中止にして、次の夏をもう一回狙えばいいんじゃないですか？それか、あるいはもう本当に復興するのをね、優先して、それが本当の姿勢だと思いますけどね。もてなしとか言ってましたけどね、どの面下げておもてなしをするのかよくわかんないですけどね。まあ外国人の観光客の人はね、COVID が、パンデミックを起こす前まではまあ来てましたけども、その人たちにその東電の施設をご存分に見ていただけるかって言ったら、全く見ていただけないわけでね、日本人ですらろくに見に行けないんですからね。あれですよね、そのチェルノブイリってなんか観光地になってるらしいですよね。チェルノブイリを例に出してしまったら、もうちょっとそれはそれで、あれはあれで、非常に良くないんですけども、チェルノブイリぐらいね、その一応入っても大丈夫っていう状況になるぐらいまで処理を終えたら人を招いたらいいですよね。だからそうなってない、もう今なんかもうどん詰まりですからね。 水とかね、あともうなんか建物の屋根もないところにこうずっと放射線を排出し続けている、なんかカタカナ語でごまかされてますけど、デブリと言われているね、放射性物質が撒き散らされてるらしいですけど、ああいうのってどうするんですかね。もう誰もどうしようもない状況になってますよね、あれってね。ロボットを使ってとか言ったけど、全然そのロボットでも手出しができないっていう状況になってますよね。そういう現状をだってね、なんかちょっと前、もう去年でしたっけ、マスクとか配ってたの、何百、何十億でしたっけ、100億ぐらい使いましたよね。なんか100億あったら、なんとかなるものはないんでしょうかね。まあ、ないかもしれないですね。でも、100億あったら、そうだな、5分の1サイズぐらいの動くガンダム作れるんじゃないですかね。そしたら、そのガンダムで、デブリというか、もう施設ごと持って、大気圏外に出てもらって、太陽に突っ込んでもらうとか。それはそれでダメなような気がするけど、コアファイターで分離してね、で手に持って上半身だけで突っ込んでもらえる分には別に大丈夫でしょうからね。そうやって、なんだったっけな、なんかのスーパーマンのなんかの話で、スーパーマン3かな、映画のスーパー、昔のスーパーマンの3かなんかで、世界中の3じゃないかな、4かな、世界中の核ミサイルをかき集めて、スーパーマン1人で かき集めて、で宇宙に飛ばしちゃうとか、あとはその頃はレーガンのね、スター・ウォーズ計画っていうのがあって、人工衛星がね、もちろんその、核ミサイルを搭載した人工衛星をっていう話も、
分あったんですよね。その、2001年宇宙の旅とか、あれってその、世界各国が、冷戦下に開発した、人工衛星がそれぞれ核ミサイルを積んだまま各国をに睨んでいるっていう状況になっているっていうことらしいんですよね。そして映画の説明、小説にも書いてあるのかな。映画で説明がないのでその辺がよくわからないらしいんですけど、そういう状況をスーパーマンはその一人でね、解決できたんですよ。核をね、全ての核をもう引っ張っていって太陽にボーンってぶん投げるっていうねスーパーマンだからできる、力技でしたけども、まあ100億円ぐらいじゃね、スーパーマンほどの力は買えないんでしょうけれども、なんとかね、スーパーマンの力を借りずとも世界をね良くしていく方法はないものかと。思ってしまいますよね。一体何の話をしているんでしょうかね。まあ、特に話している内容に意味はないんですね。今日はずっと、テレビでキアヌ・リーブスの映画を見てまして、さっきはノックノックっていうのを見てたんですが、今はなんだっけな、ブルーダイヤモンドだったかなですね、を見てますね。キアヌ・リーブスは本当にこういいですね。見ているだけで、いろいろ穏やかになったりね、鼓舞される、勇気をもらえる時もあれば、穏やかな気分になる時もあればバカな感じになる時もあるし、その僕はあのキアヌ・リーブスっていう人自体は、ま、あの体はまあね、今50ぐらいじゃないですか、50過ぎてんのかな、体は動かせるんだと思いますけど、その演技自体はすごくうまいかっていうと特にそうでもないような気がするんですよね。っていうのはそのなんだろうな、ハリソン・フォードも同じような感じなんですけど、どれを見てもやっぱりどの映画に出ているキアヌを見てもキアヌなんですよね。ジョン・ウィックもマトリックスも基本的にはキアヌ・リーブスなんですよね。だからキアヌ・リーブスって人はまあそれほど なんだろうな、だからレオナルド・ディカプリオだとこれはまあどれを見ても ディカプリオだけれども、まあ、割とそのレベナントと理科プリムの映画をあんまり見てないから分かんない、全部が一緒ではないじゃないですか。キアヌ・リーブスって大体一緒なんですよね。ブラッド・ピットも、まあ、似てはいるんだけれども微妙に違うんですよね。だからそこはその演技の力が少しあると思うんですよね。演技力っていう面では、なんだろうな、まあ、あまり何の評価の基準もないですけども、最もなくて、でも、
なくても成立するっていう人がスティーブン・セガールだと思うんですよね。スティーブン・セガールはスティーブン、どの映画な何に出ていてもスティーブン・セガールじゃないですか。スティーブン・セガールって全部セガールなんですね。で、そう、セガールに関しては誰がどれを見ても同じだっていうところがセガールらしさなんですよ。で、そうですね、じゃあ片やそのまあデニーロとかねいますけれども、まあロバート・デニーロはいい例ですよね。どれを見ても、デニーロって人がどういう人かわからないし、どれも被らないっていうね。で、まあそのロバート・デニーロとか、まあアルパチーノはちょっとどれもアルパチーノな感じはしますけど、あとアンソニー・ホプキンスですね。あの微妙にまあ似てはいるけれども、なんかどの人かわからないっていうのはあります。あと僕はすごく、演技力がある人だなと思うのはあのギーアム・ニーソンですね。顔はねどれを見てもそりゃギーアム・ニーソンなんですよ。まあハンサムですけど特徴的な顔してますからね。リーアム・ニーソンってそのこれはリーアム・ニーソン映画だっていう感じのものは、まあ、ちょっと一時期アクションばっかりやってましたけど、もうシンドラーのリストとかね、スター・ウォーズとか、あとなんだっけな、96時間とか、同じ人だとはどれも思えないですよね。そういう点ではそのリーアム・ニーソンっていう人はそのなんていうかな、演技力でその役になっているんですよね。あ、この間 YouTube でそのなんだっけな、声優の人が声優の人は司会で声優さんのゲストを呼んで、ちょっと喋るみたいな YouTube のなんか番組があったんですけど、それに山寺宏一さんが出てて、13変化みたいなね、やるっていう、のがあったんですけど、山寺さん、いやまあ、ご自分のね、キャラクターも、ありますけど、すごいですよね。この番組でオラフも狙ってたっていう話してましたけどね。でもなんかな、きっかけ、自分がその、なんだろう、声優としての、こう、知名度っていうか、ぐんと株が上がったきっかけになったのは、アラジンだったって言ってましたね。アラジンのアニメで、あれは英語でやったのはロビン・ウィリアムズだったのかな、多分そうだと思いますね。ロビン・ウィリアムズっていうのはもう亡くなってしまいましたけれども、ものすごい、グッド・モーニング・アメリカっていう映画でね、ものすごいこうアドリブを瞬時に決めて、抜群の切れ味だったんですけど、そういう演技を吹き替えで、アラジンの時ももうアドリブ全開だったらしいんですけどね。
それを吹き替えでやるって、吹き替えってそのまあアドリブも多少はあるかもしれませんけども、ある程度、まあ、ディズニーの映画ですからね、決まった台本があるし決まった箱の中でやんなきゃいけないんですからね。その辺で多分山寺さんはものすごく評価が上がったんでしょうね。まあ、見てないんですけどディズニープラスに関してはスターウォーズのマンダロリアンとかを見るためだけに加入したんですが、ディズニー映画とかあんまり見たことないんですよね。わかんないです。ピクサーのアニメはあるかな。ウォーリーとかそれぐらいしか覚えてないですけどね。まあでもそういうので山寺さんとかはもうそのなんていうかな、いやあれも演技力なんだと思うんですよね。その声だけとはいえ、この聞こえてるのはね声だけとはいえ、その動く絵とか CG とかに、ね、合わせてそのキャラクターがその生き生きと動くように声を合わせて喋らなきゃいけないわけですからね。だからあれ声優っていうのはすごい仕事だよなと思って見てましたね。でその上その山寺さん、まあ分かりやすい例、僕の知っているね分かりやすい例で話してますけど、もう なんていうんですかね、あらゆる、だってその犬から渋いおじさんまで、あとなんか神とか侍とか、さすがに女の子ってことはないのかもしれませんけども、別にねワニでもやるし魚でもやるんじゃないですか。多分風とか岩とか水とかまでできるんですよ山寺さんは。そんなこと、じゃあその風っぽい声で喋ってくださいとかね、あるいはなんだろうな、辛い少年時代を過ごした30代のエリートサラリーマンの声で急に言われて、一つのアニメの中で二つやったりするわけですからね。そんなことって できるんですかと思いますけど、普通の人はできないですよね。やっぱだから天才、まあ、努力の部分も過分にあると思いますけど、まあ、あらゆる天才って言われる人はね、その人独自の努力をして天才と言われるまでになっていると思うんですけど、やっぱ違いますね。うん、こういう話をしていると、そのあたかもスティーブン・セガールがそのいつも同じだから悪いって言ってるかのように聞こえるかもしれないんですが、僕はスティーブン・セガールが大好きですから、セガールだってスティーブン・セガールみたいなことを、まあみたいなことは誰でもできるか、スティーブン・セガールってものがもし失われてしまったとしたら他の人で補えないですよね。その例えば沈黙の、あれはなんだっけ、沈黙の戦艦と暴走特急でしたっけ、あのライバックってあの人が出てくるシリーズとかありますけども、それ以外の沈黙はシリーズじゃないと思うんですが、このシリーズを
あ、レベルが上がった。おお。他の人でやったら、もしシリーズとして成立したとしても、例えばビン・ディーゼルでやって成立したとしても、なんかアジアスターでもいいんですよ、あのイ・ビョンホンでやって成立しするでしょうよ、そりゃするでしょうけど、でもスティーブン・セガールの代わりにはならないんですよね。これはスティーブン・セガール、まあ好きじゃない人にとってはどうでもいいことでしょうけども、スティーブン・セガール好きにとってみると、スティーブン・セガールっていうのはもうなくてはならない、もう他にこう変えられるもののない稀有な存在なんですよね。なんでこの演技が、いや、自分性がある演技が得意か不得意かは分かんない、上手か下手かは分からないですけども、あの演技が上手いかどうかっていう問題でもないっていうね、演技がいろいろできる人と、一つか二つしかパターンがない人でも、どちらもそのそれぞれのこう存在意義があって欠かせない人なんですね。最初こんな話してなかったな気がするんですね。なんかオリンピックやるのやらないのみたいな話をしてたような気がするんです。いつの間に間にかスティーブン・セガールが必要だっていう話になってましたがまあでもいつの時代もいつの世にもどの国にも、まあブルース・リーほどではないにしろスティーブン・セガールは必要だとは思いますね。うん、欠かせない存在です。なんかたまにスティーブン・セガールがこう引退した元警官かなんかの役で穏やかに釣りとか料理とかをして普通に一日を過ごしていくっていうそういう映画が作られないものかなと夢見たりしますけどね。アクション一切ない、あの緊張感が漂う時があるんですよ、その地元のアメリカのねとか田舎の、バーが一つしかなくてダイナーが一つしかなくてみたいなところに行って、コンビニみたいなところに行って、たまたま強盗しそうなやつに出くわすんだけど、スティーブン・セガールがちょっと睨みを利かせたおかげでチッって冒頭は帰っていって何もなかったねで終わるみたいな映画、もう本当に何も銃すら取らない、あの構えすらしないスティーブン・セガール映画っていうのを一度見てみたいななんて思いますが、誰も他に見たいと思わないんでしょうねきっとね。はい、では今日はこんなところまでにしておきます。何なんでしょうか。はい、そんじゃまた。